どうもお疲れ様ですそれでは46週目の週間まとめやっていこうと思います11月18日の土曜日朝5時今この瞬間の時間ですけども結局検証しなければならない大きな下落っていうのは新たに起きなかったんでうんやっぱこれは判断は分かれるところではあるんですけども、まあ、私が思うにね、えー、週間トレードの方はもうすでに損切りをしていたんだろうなと思いますそそれがおそらく大きな 材料にによる下落に巻き込まれて目立たなかったのかなっていうふうに判断しますねじゃあどういうことかっていうとどういうことかっていうともうすでにその売り圧力は整理されてるというふうに考えた方が理にかなってるかなと思いますさらにどう考えていくかというと47週目に至るに至って多分これを割り切っていくんじゃないかなと思うんですよまあこれはね他の材料が出てきたらまた判断変わりますけども今の時点では 再度円安の方向に向かうっていう考えは持っておいてもいいのかなと。で、価格も149円に入ってしまいましたんでね、これ150円復活とかにはなるんじゃないかなと思います。というのが、これ、あの、寝頃になってきたわけですよね。うん 一時期はその介入を警戒して151円から152円直前の151円の950あたりに抵抗体があったんですけども十分価格は下がりましたんでここからまた買い場になるというふうな判断をするんではなかろうかと思いますそんな47週目が待っていることを前提に46週目の振り返りをやっていこうと思いますのでよろしくお願いしますそれでは月曜日から見ていきますねはい月曜日の段階で46週目ってのは 月、火のグループと水、木、金のグループに分かれるなというふうに考えました。あそして実際、ことが終わってみると、月、火は割と簡単に、えー、テクニカルでトレードができたんですけども、水、木、金はね、結構テクニカルに材料が絡んできて、あんまりうまくいかなかったんですよね。うん、だから稼ぎにくい日が木、金というふうに続いたかなと。そして水曜日は換算するしかなかったということで、週の後半はちょっとリスクの高いグループになりました。 はい。そして46週目の展望をご覧のようにね、抱えていたんですけども、さらなる円安、いや、円高って書いてますけどもね。これど、ど、っちなんやって話じゃないですか。はい。えー、週の前半、週の後半と分けた後でですね、さらなる円安、いや、円高っていうふうに、えー、こう書いてるじゃないですか。どっちなんやって話ですよ。うん。だからこのくらい苦しいんですよ、今週は。どっちになるか分かんない。特に、月川グループはまだしも、水木金ってのは、はっきり言って何が起こるか分かんないかな、っていうふうな分類なんですよね。 まあその中で今回は週間トレードっていうのはかなり見通しが立たなくなってきたんでまああんまりやらない方がいいかなっていうところですよねまあでもさらなる円安に進むんではなかろうかというふうに判断して152円に到達するというふうに考える人が多かったんではなかろうかというふうに考えますはいまあこれはあんまりねテクニカルで、えー、お伝えしているこの FX ェクオリアルには考え関係ないのところだったと思いますけどもね じゃあ次に進めましょうで月曜日は窓を開けてスタートしすんで、えー、すぐに「倍の方にこの時間から入ってもよかったですしもっと前のね6時とか3時の時点で入ってもよかったと思います、えー、テクニカルへの信頼っていうのが窓が開いたってことでこの窓埋めが当面月間のいずれかで起きるんではなかろうかってことだったんですね えそして窓埋めはきっちり行われて上に大きく跳ねましたそして151円の835ということなんであこれ152円に本当に進むかもしんないかなと急騰したわけですよほら大きく艶上げた要請が出てきたでしょだからまあ円安の方向に進むっていう見方が月・川で、えー、なされてるのも無理からぬ話ですただし水・木・金で何が起こるか分かんないんで週間トレードをするならば火曜日が終わった時点でね決済してしまうっていうのが上手なやり方かもしれないですね はいじゃあ月曜日が終わって火曜日です新しい材料がいろいろと出てきましたそこでですね、えー、こちらですね円の急伸という問題もありましたしね、うん、火曜日になった瞬間こうずっと円安の方向に向かっていたものがあの50ピップ相当ね下の方に下がったんですよあだからもう一回買い場が来るかなって考え方もありますけどもこういったファンダメンタルの要因を見てしまったということですね テクニカルの考え方でではないです、はい、じゃあテクニカルで考えていくときにどうすればいいかってことなんですけどもサイドバイってて書いてますよねこれはここを抜けてもっと上に行くんじゃないかなっていうふうな見方なんですよでも実際は2つの天井ダブルトップではないんですけどもここから下に下がるっていうのはこのかりを持ってするわけですよだいぶ離れたなとでも帰りがどこまで離れたら戻ってくるかっていうのはこれは分かんないですよね実は 帰りじゃなくて、くっついた時に移動平均線の中期の赤いのに跳ね返されて上がるってことは結構あるので目安になるんですけども、上の方には移動平均線みたいなものが何にもないんでね。だからどこで反転するかってことは、ほんとこれわからないんですよ。唯一耐えるものがあるとしたら、このダブルトップなんですけども、まあはっきり言ってね、これ冷やしですけども、冷やしにテクニカルがそこまで当てはまらないんで、うーん、どうなんかなってとこですよね。<laughs> それよりもこの、 要線並びからして強く買いの勢力がね天井を突き破るっていう風な見方もできるわけですからね3平4平5平6平でしょこれうんその中で判断に迷うよねってとこだったんですよはいでもまあ朝6時なんでねもう決断しなければならないですよねはいえ結局はねこれ1時間軸ですけども下に落ちていってこの大きなヒゲを出したやつはまあ抜くとしてねその後上昇していくことに かけたわけなんですよただし上昇が続くかどうかわ分からなくなってきたこのローソク足が短くなっちゃいましたんでね急にだから新規のエントリーは午後からは控えてくださいってお話をしましたですので午前中までで含み益を取った方はそのまんま利益を取れたよねってことで午後で新規のエントリーしない方がいいですよっていう警告したのは実際にあのエントリーしたらで、ね、とんでもないことになっていたということだったんで正解の判断だったんですねということで月火っていうのは火曜日の正午までが稼ぎ場であり 火曜日の午後からは落ちょっと稼ぐのが難しくなっちゃったってことになりますはいそして水曜日になりましたらあの火曜日の夜の材料でね本当に新規のエントリー控えてるっていうかったでしょドーンと落ちたわけですよこれで CPI がやってきて急落したということですそこで再度チャンス到来っていうのはここまで落ちたんで安値買い頃になったでしょだから倍でいきましょうっていうような判断だったんですよ でこれを半値戻しとかっていう風なね形で呼ぶことはありますけども、まあ、まさにボラティでが収まってきて売られすぎたものが買い戻されるんではないかなともしくはこの辺りで新規の売りを入れる勢力もあったと思うんでねそれがあ決済されて上昇に転ずるってことは今までのパターンでもよくあるテクニカルの考え方です、まあ、ですんでそれにかけるのも無理ないかなと深夜2時ですけどもねはいだから深夜2時ぐらいから仕掛けるとこれは利益が取れたよって話なんですよ はい。えっ、ー、と、まんまと上昇していきました。で、その後、マルチタイム分析をすると、この移動平均線を抜けてね、上昇トレンドに上手に乗っていくんじゃないかなというふうに判断したのが、あ正午過ぎですね。でも実際はそうならなかったわけですよ。で、水曜日、じっくりと様子を見たところ、木曜日ではこの上を抜けて、じゃあ、こっから新規の買いを入れやすくなったかなと思ったんですよね。これはでも、 氷売り上げ高っていう材料が突き上げさせたものであって木曜日の深夜2時ここからね多少は上がるんですけども深夜2時に仕掛けなかったらもうね利益を出す馬鹿賞がなかったっていうことをあの振り返って思い出しますはいということでね上がってきましたそして一旦下につけてさらにここから上昇していくで最終的には151円の、ね、50あたりから80あたりまで 戻ってくれれば全部シナリオ通りでよかったねってことになるんですけども残念ながらここまでがシナリオ通りでそっから先はうまくいかなかったってことになりますはいえっ、ー、とこうやってこうやってここを抜けるかどうかっていうところだったんであと10ピップスなり20ピップスなりは上がってくれと思ってね見守っていたわけですよ、えー、そして少なくともあと10ピップス上がれば全部の フェーズででできたたななっっていうそのシナリオが全部ハマったわけなんですよねだから残業して見ていたわけですけども残念ながら残業の成果は実らなかったということになりますあこれちょっと違いますね今金曜日の図ですけどもこうなってこうなって上に抜けるかなと思ったら残念下に行っちゃったわけなんですよでそこでロスカットを入れて仕切り直さないとなと思ったところでドーンと下に下がっちゃったということになります これが金曜日。思い出しましまた、ね、でこうやって日足を改めて見ていくと十分下がって移動平均線にもぶつかってこれから上昇していくような形にね他のチャートを見ながらも判断したんでもう一回買いで入れようかなと思っていたんですけどもなかなかその買いで入るチャンスがなかったかなってところですね。 はい、で結局もう横ばいに入っちゃったんであもう今日今日はもうやめときましょうということで早めに金曜日も店じまいしたってことになります、えー、ということで全部振り返ってみると月、火で取った利益を、まあ、カースあ水、木、金で溶かしちゃったみたいな感じにはなりました、はい、1週間トータルしてきてねあのマイナスにならなかったのが本当に非常にラッキーだったかなと思いますちょっと判断間違ったりとか遅くすると 月カーで稼いだものを水木金で吐き出しちゃったかなっていうところにもなりますし月カーでエントリーできなかった方ってのはね水木金で非常に苦しむ思いをされたかと思いますうんそのぐらい月カーと水木金の落差は激しかったかなそんな1週間でございましたさあ149円の678まで下がってきましたんでねこれが150円台を回復すると見込んで47週目向かっていきましょう それでは以上でございます1週間のまとめでしたお疲れ様です